シャーマくんです。ウラピン2021だってこれ今回は IM ネイマールメイン仕様動画でも軽くご紹介した特殊ダブルスライド高速化 IM ネイマール最強ドリブル技を絶対マスターできる限定ドリブル講座やっていきたいと思います。それでは発動方法5つのステップ3分間にギュッとまとめなのでご覧いただけたらと思います。まずはネイマールのお箱とも言っていい特殊ダブルタッチ、こちらのドリブルを選手進行方向にアドバンスやれば右画面タップ左フリック、クラシックやればダッシュコマンドの左フリックで発動してみてください。そしてお次2ステップ目はその特殊ダブルタッチをネイマール固有限定のキャンセルを入れていただきます。これ入れる作業がですねやっぱりタイミング的に難しい方いると思うので、しっかりですねそのタイミングどこでどうすればいいのかも話していきます。特殊ダブルタッチキャンセルはコマンドの速さが鍵を握るので、まずこちらご覧ください。左が通常の特殊ダブルタッチ時、右が特殊ダブルタッチキャンセル時の選手の画面になるんですけど、違いポイントは選手を囲っている円の矢印方向ですね。この円の矢印は移動スティックの方向を表しているので、特殊ダブルタッチキャンセルを行うには発動後すぐに選手正面方向とは別方向へ移動スティックを倒していただくのが鍵となります。そうするとこのように特殊ダブルタッチを最後まで行わずにキャンセルしていろんな技が発動できる。ちなみにコントロールカーブも特殊ダブルタッチキャンセルで打つことができます。特殊ダブルタッチキャンセルをあらゆる方向へ移動スティック倒していただくと本当にいろんな技が出せるんでね、ぜひ皆さんいろんな技を試してほしいんですけど、この後4つ目のステップで今回ぜひマスターしてほしい特殊ダブルスライド高速化の重要なポイントについて話していきます。特殊ダブルタッチキャンセル、スティック倒す方向は選手に対して真横ですね、もしくは斜め後ろ、そこにスライドドリブルを付け加えることでベースが完成します。スライドドリブルは選手が横縦に行くシンプルなドリブル技なんですけど、この技を特殊ダブルタッチキャンセルと同時に組み込むことでディフェンスが対応できない絶対領域が生まれます。そして5つ目ファイナルステップ、特殊ダブルタッチキャンセルにスライドドリブル、さらにそこにダッシュを組み込むことで完成形になります。ここで重要になるのが特殊ダブルタッチキャンセル後のスライドドリブルのダッシュタイミング、特殊ダブルタッチを発動したタイミングのすぐもうその瞬間にスライドドリブルコマンド、これでですねこの動きができるので、通常のねスライドドリブルこれダッシュしながら無理なんですよね。しかし特殊ダブルタッチキャンセル後にスライドダッシュ入れることで高速化して、さらにダブルタッチの幅も大きくできるというとんでもない強力な技になってるんで、ぜひ皆さんやってみてください。IM ネイマール最強ドリブル技になるんでね、ぜひ皆さん特殊ダブルスライド高速化使ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプレイプー。